召喚は罠とも知らず周囲の元から書状を盗み出したが、これを読んだ曹操はすっかり裏切られたと思い込み、西坊と趙胤の首をはねてしまった。そして孔明の草舟を持って矢を借りるの刑にはまり、10万本余りの矢を進呈する羽目になった。続けさまの失敗に曹操は大いに怒り、西坊の弟西中西下に命じて偽りの投降をさせた。申し上げます、都督殿。北軍より船が着きました。乗ってきたのは誰だ？西中と西下が降伏すると。なんだと？それで家族も一緒か？いえ。ここへ通せ。はは。関。西中殿、西下殿。都督殿、曹操に撃たれた兄の敵を取ってくだされ。お二方、まずは座られよ。さあさあ。兄の西坊と副都督趙胤は曹操のために尽くしておりましたのに、無実の罪で首をはねられました。我ら二人、兄の敵を討ちたくこうして参上した次第です。ぜひ我らを先方に入れてください。ああ、安心しなさい。兄上の敵必ず取りましょう。かたじけない。観念。はっ。この二人はそなたがよくお世話して差し上げろ。お二人が率いてこられた兵たちも頼むぞ。はっ。お二方どうぞ。あの二人、本心からの降伏とは思えぬ。お気をつけよ。あの二人の目的は仇討ちじゃ。何を疑う？本気の降伏なら妻子を連れてくる。嘘に決まっております。らしく。疑い深くては天下の士は集められぬぞ。は。何を笑っておられる？お分かりにならぬか？しかし周遊殿はさすがだ。え？この度の戦、長江に隔てられ患者だとて、そう簡単には行き来できぬ。曹操は西中西下をわざと投降させ、こちらの内情を探ろうとした。周遊殿はそうと知った上で、あの二人を操るおつもりなのだ。これぞ狐と狸の馬鹿試合。ああ。観念。おお、都督殿。どうぞ。観念。あの二人はどう配置した？都督殿の目くばせで偽りの降伏だと。しかしあの二人をどう扱うのです？ここに留め置き、内通するに任せるつもりだ。いいか観念、油断するなよ。もてなすふりをして見張っておれ。お任せください。